皆さんこんにちは。こんにちは。今回は第82回、リクエストだ。米軍のパイロット用サバイバルガン、ライフルショットガンサバイバルキャリバー224と M6 を紹介する。お、かなり異質な種類の銃器ですね。緊急で墜落したパイロット用の銃器だった。以前に紹介した M30 ルフトワッフェも同分類だが詳しく見ていこう。時代は第二次世界大戦に遡る。第二次世界大戦にてもちろん多くの米軍パイロットは撃墜、または機体トラブルに遭遇し、脱出に成功したパイロットはその後救出を待つことを余儀なくされた。救助までの時間は数分から長くて数時間程度となっているが、最悪数週間、または救助が期待できない状況に置かれる可能性があった。状況が悪ければそのまま死に至りますよね。当時パイロットらが装備していた重火器はやはり拳銃であり、これはやはり仮に適していなく、さらにライフルを持った敵相手への防衛もできなかった。正規軍同士であればそのまま捕虜になりますが、やはりサバイバルとしては十分に扱えない代物ですよね。正規軍同士でも、第二次世界大戦でのナチスドイツと日本の捕虜収容は悲惨だったという話が有名だ。ともかくこれら緊急時の生存率を増幅させるため、戦後アメリカのガンスミスはパイロット用のサバイバルガンを開発していくこととなる。ここで話が変わる。別視点での話だ。え？1943年12月21日、レオン・クレイン中尉がアラスカ内陸上空を B-24 リベレーターで飛行中にエンジンが1台故障。そのまま飛び降り、中尉は唯一の生存者となった。装備はボーイスカウトナイフとマッチしか持っておらず、間に合わせとして弓矢を手作りした。しかしその弓矢はうまくいかず9日間の失敗の末に衰弱。しかし運よく食料、必需品、そしてライフルを穴漁師の小屋から見つけることができ、無事獲物を狩猟、救出された。そんなことがあったんですね。そしてこの例や第二次世界大戦前にも、サバイバルガンの採用例が米軍内であるようだ。え？サベージ・スティーブンス M22410 というコンビネーションガンを米陸軍航空隊が1938年より導入していた。まあ、その使用はあくまで民間狩猟用であり、そこまで大規模に配備される代物ではなかったと思われる。そして第一次世界大戦時には M1903 に拡張弾倉を設けた代物が配備されていた。この銃の用途はまた別な気がしますが。話は戻り、特に戦後直後の爆撃機パイロットとその搭乗員はよくアラスカといった地域で活動していた。今回のサバイバルガン開発は彼らのためという計画が強く、実際彼らに対して多く支給されたようだ。そうなんですか。おそらくクレイン中尉での前例の影響もあり、極寒地域を意識したサバイバルガンの開発要件をまとめていくこととなる。そんなわけで実用化されたサバイバルガンは M4 サバイバルライフルだった。当時流行したプレス加工設計を感じられる代物ですね。この銃は分解されコンパクトにホルスターへ収納された。そして弾薬は22ホーネット弾であり、弾倉に4発でこれを手動で連発可能となっている。22ホーネット弾はこのシリーズで初めて登場しますよね。この弾薬は 2g 程度の軽量な弾頭に 5.56mm 弾並みの初速を持ち、エネルギーは950から1110ジュール程度という代物だ。エネルギーは若干低めですが、当時でこういう小口径高速ライフル弾があったんですね。この弾薬はバーミント狩猟向け、つまりジャッカルやコヨーテといった中小動物を狩るのに適しているとされている。話は戻り、M4 サバイバルライフルは採用され2万9000丁程度生産されたが、コンパクトでなく実用的でもないと批判された。M4 は4等弾へ切り替えることも可能だったが、それは重心を交換する必要があった。4等3弾はヘビや鳥といった貴重なタンパク質を仕留めるのに有効だ。はそのため1950年代初めには新しく技術的課題を作成、コンテストを開始した。さらなる改善が開始されたんですね。その技術的課題。要件の一部は以前の要件から直接借用されつつ、弾倉全長と軽量さ、そしてより機能的にするために折りたたみ可能なことが求められた。同時に人間工学も改善し、より単純化することも求められた。単純化というのは具体的に二重の重心を持った中折れ式銃器だった。中折れ式でしたらこれら要件を一気にクリアすることも容易ですよね。これら要件を通して銃器を開発したのはモデル37で有名な江坂ガンカンパニーだった。T39 という作業指定名称で進められやがて1952年頃に採用。正式名称はライフルショットガン、サバイバルキャリバープープー410モデル6だ。2連コンビネーションガンですね。一方で呼称される名称は様々だ。M6 サバイバルウェポン、またはエアークルーサバイバルウェポン、エアクラフトサバイバルウェポン、USAF サバイバルウェポンなどとも呼称されていた。呼称は様々ですね。前述通り、この銃器は主に爆撃機パイロットらに向け配備が進められることとなる。その設計はマーブルゲームゲッターコンビネーションガンという銃器に影響を受けたとも記述されている。え？スケルトン重傷を備えた上下2連式コンビネーションガンだ。どうやら現在も生産しているらしい。では設計に入る。今回は比較しないぞ。はい。その設計はブレイクアクション、中折れ式の2連銃となっており、上部が22ホーネット弾用、下部が4等用の重心となってる。そのため3弾も発砲可能なために鳥も狩猟できる。
この銃は2連式ライフルではなく、コンビネーションガンだとわかると思う。前述通りですね。この4筒は民間で扱われる標準の規格ではなく、特別に設計された M35 弾用の薬室となっている。収納時はこの折りたたみを最大限に行うことで折りたたむ。またテイクダウンすることも可能だった。具体的な中折れ部というのは重心薬室と激発部が区切りとなっている。ここらは鋳造金属ブロックであり、エキストラクターも備えていた。あくまでエキストラクターのみであり、イジェクターがないために自動廃墟はされないぞ。そしてトリガーはこの不快だとされるスクイズレバーとなっている。これは爆撃機パイロットの大体が北極圏での活動であるため、手袋越しでも射撃できるようされた結果だと言われている。引き金は悪いんですね。上の撃鉄部にはプランジャーが設けられており、これを押し込むことで下部重心。引くことで上部重心の弾薬雷管へ撃発を図ることができる。シンプルながら工夫されていますね。このような仕様なためトリガーはシングルアクションとなっている。2連射は不可能だ。前述の撃鉄はある程度の位置で前へ誤って前進しないよう設計されている。これは暴発を防ぐ役目があるぞ。サイトはホーネット弾と4筒へ対応したフリップアップリアサイトを備えている。簡単に切り替え可能であり、22と410という数値により分かりやすくされている。ユニバーサルデザイン。弾薬は円筒弾頭を備えた22ホーネット弾、そして M35 と呼ばれる4筒ボアが使用される。ホーネット弾は100ヤード、4筒は25ヤードに照準器が設定されている。M35 弾薬は3弾であり、これはトリアヘビを仕留めるのに最適だ。ホーネット弾は飛行なもののあくまでサバイバルガン向けであり、敵との交戦を目標としていない。飛行はされていますから、条約上敵兵に発砲しても問題はない代物ですね。FMJ を主要で扱うというのは適していないという話がある。弾丸は綺麗で狭い重装しか作らず、被弾しても獲物を取り逃がしてしまう確率が高くなる。難しいですね。具体的にはジャッカルやコヨーテといった対象を仕留めるのは容易だが、狼は仕留めきれないとされている。そして4頭はネズミやヘビ、鳥に対しては効果的だと前述したが、反面4頭での1発あたりの3弾が少なく、さらにその拡散度も狭いために比較的難しく、ウサギといった小動物を仕留めるのは困難だとされている。そして打ち上げた際に落下する3弾には注意しなければならない。落下してきた弾丸は普通に人体を貫通する可能性がありますからね。このように FMJ 弾頭を設けたホーネット弾を支給するなど条約に違反しないようにするのにもかかわらず、サバイバルキットに同梱されている弾薬箱には次の文章が印刷されている。いかなる状況においても、弾薬は敵要員に対する攻撃または防御手段に使用されるべきではありません。この弾薬は、緊急サバイバル条件下での食料としてのみ、キリングオブゲーム用の緊急サバイバルライフルとともに使用するために提供されます。だったらもうホローポイントやソフトポイントでいいような。一方で変形円筒弾頭だとする記述も見られる。もしかしたら根本的にはこれが正しいのかもしれない。重症上部には弾薬を収納できる穴が並んでいる。弾薬ポーチもあるんですね。4発の M35 と9発のホーネット弾を収納できる。その上には保護用のカバーがあるぞ。要件に習い M6 サバイバルウェポンの全長は 718mm だった。積極時で 381mm であり、重量は弾薬なしで 2.06kg となっている。軽量で短いですね。全長はともかく、この銃の重心長は 360mm だ。これは米国銃規法の重心長 410mm 未満ラインに触れており、ATF の許可と課税が必要な SBR 認定を受ける銃器となっている。重心長の数値でも規制対象判定を食らうんですね。レシーバー等はプレスカ鋼鋼で構成され、重心は単造鋼。重心は取り外し可能なヒンジピンによって重傷スラッシュ機関部と接続されている。通常あるような木製の先代や重傷はなく、重備にはプラスチックのバットプレートとキークレストが一応ある。最低限。ですね。先代もトイフォアエンドがないため、パイロットは使用時にパラシュート行動重心に巻きつけるよう指示されたようだ。1950年代前半より試験合格、採用された M6 はやがて大量生産が行われた。米国空軍の陸軍航空隊が数千丁を受け取り、やがて既存の M4 ライフルを代替したようだ。サバイバルガンは無事採用されたものの、反面使用される時は危機に直面した際となる。その危機により多く直面した戦争こそが、1960年代より行われたベトナム戦争だった。ヒューイやチヌークといったヘリを筆頭に、DSHK を筆頭とした火器に撃ち落とされた戦争ですね。生存したパイロットは M6 を用いた。しかしジャングルは気が利きにはほど遠く、想定された運用から M6 は多く外れていたようだ。広大なヨーロッパや太平洋の孤島、極寒の陸の孤島といったシチュエーションじゃありませんよね。逆にこのサバイバルガンが放棄されていることが問題として提起され、1970年代前半になってついに M6 を放棄することを決定し、再び許容できる特性を示した。この代替はピストルに変わったとする記述も見られる。前述では爆撃機パイロットへ重荷という話でしたが。お役御免となった M6 は機体から倉庫へ押し戻され、そこからリサイクル、つまり溶かされることになる。しかし、そのリサイクルが行われた M6 は多くなかったようだ。そしてさらなる代替先はどうやら当分なかったようで、2018年頃にガウ 5A に代替される個体もあったみたいだ。そうなんですか。
ここの背景に関しては同時であり、また別の背景を説明しないといけない。前述通り M6 は爆撃機パイロット向けであり、彼らは国家上の戦略兵器を操るパイロットとして1950年代は最重要視されていた。最重要視ですか。彼らの機体に核爆弾を搭載できたはずだ。そのような欠かせないパイロットがアラスカを何度も飛行するため、人員損失を出したくないのは想像できると思う。しかし ICBM こと大陸間弾道ミサイルが台頭し、爆撃機の優先度が下がる。これによりパイロットの飛行回数が下がり、M6 のようなサバイバルガンが必要なくなった。または M6 で十分だとする風潮があったという記述も見られる。前者のベトナム戦争説と戦略兵器優先移行による需要縮小説ですか。どちらもあるかもしれないが、ともかく空軍は近年になってGAN-5A を配備した。このような AR-15 系統の自動小銃への変換は非正規軍との戦闘が影響しているとされている。ISIS がパイロットを滅却した件ですか。あまり余計なことは喋らないように。1980年代までに米陸軍へは支給されなくなったと伝えられている。現在はかなりの数の M6 が保管されているようだ。多くが美術館やコレクターアイテムとして見られる。現在も見られやすい銃器なんですね。製造数は不明となっているが、シリアル番号は10万を超えているらしい。これらオリジナルの現存はもちろん、1970年代後半にはスプリングフィールドアーモリーが M6 スカウトという名称で販売開始している。まさかのリメイク品ですか。オリジナルとの違いは仕上げがより洗練されつつ、国家銃器法による SBR 認定を避けるため 18.25 インチバレルに延長しているのが特徴だ。そして後期モデルには機かけにレールが増設されたモデルもあるようだ。この後期型はおそらくより多くの関心を得たために、1984年よりチェコスロバキアのチェスカースブロヨフカと契約を結んだという背景以降のモデルだと思う。そうなんですね。表面はステンレス仕上げ、または M16 に似たダークパーカー加工仕上げが施されている。他にも4等薬室が M35 ではない一般的な規格にされている。そしてヒンジピンは M16 同様のタイプが使用された。で、重症上部の弾薬収納も、12発の弾薬と4発の散弾とより多く増設されているぞ。そして弾薬バリエーションとして4等スラッシュ 22LR、4等スラッシュ 22 インチェスターマグナムもあるようだ。弾薬はより普及した代物へ変換できるんですね。ただ現在は発売されていない。2008年3月に生産終了となっている。え？そのため現在は中古品がやや高騰しながら出回っているようだ。800から1100ドル程度だ。まあ、十分に手が届く範囲ですかね。で、イタリアの銃器会社であるキアッパ・ファイアアームズでも M6 という名称で生産している。これは2010年から販売開始された。キアッパはよく銃器を再現していますが、M6 も製造してるんですね。ピカケニーレールや延長重心、M1 カービンスタイルサイト、光学を考慮した重傷など大幅に改善されているのがわかる。そしてトリガーも狩猟用で見られる様式になっているのがわかる。あれ？どこでこれ中折れさせるんですか？レバーアクションのように、このトリガーガードを兼ねているレバーを前に押すことで展開させるぞ。弾薬は下部バレルが22ロングライフル、または22マグナム。そして上部バレルは12ゲージ、または20ゲージバレルが搭載されるようになっているようだ。弾薬変更はともかく、滑空重心とライフリング重心が逆になっていますね。前述通りダブルトリガーということで、安全もスイッチ式に変わっている。12ゲージの選択は重量を増幅させるが、それと延長された重心を合わせてもその反動はきついとする記述が見られる。そしてどうやら12ゲージ重心の場合は、薬室が X キャリバーアダプタースリーブ構造になっており、これはあらゆる多種多彩な弾薬を発砲可能にすることができるみたいだ。これは実質別物では？値段は小売価格で729から999ドルであり、安価に入手できるようだ。そして2019年には TPS アームズでも M6 を生産開始している。お、キアッパと比べオリジナルに忠実ですね。スプリングフィールド仕様に非常に似ているが、クロスボルトの安全装置に変更されているのが特徴となっている。そしてトリガーガードを増設しているのもわかる。トリガーは純正同様スクイーズタイプだが、より軽いようだ。弾薬は両方とも4等、または片方4等のままで17砲ナビマグナム、22ロングライフル、22インチェスターマグナム、22砲ネット、357マグナム弾から選択できる。弾種豊富ですね。4等にはどうやらチョークが搭載される仕様なようだ。値段はメーカー希望小売価格で610ドルから660ドルであり、より安価に入手可能だ。まあ、ともかくこれら複製品の例もあり、M6 サバイバルウェポンは現在も狩猟用として選択できる銃器の一つとなっている。その仕様は小中動物狩猟、アマチュアといったところに最適だと思う。そしてその背景からわざわざ購入する物好きもいると思う。キアッパは別物かもしれませんが、TPS アームズ製に関してはオリジナルに近い代物ですよね。オリジナルの14インチバレル江坂社製は、2020年9月11日のロックアイランドオークションにて6000ドル以上で販売されたらしい。やはり純正はより高い値段で取引されているんですね。そんなわけで以上だ。いやー、今回もなかなか新鮮味ある内容でしたね。銃器は今までシリーズを通しても達観して話すことはできない深みがあるのは確実だ。脳みそを固めずにこれからも取り組んでいきたいと思う。では皆さん、また見てね。